今回はバター風味のカリフラワーの丸焼き。大きめのカリフラワー1個、表面を覆っている葉を切り揃えましょう。余分な茎を切り落として平らに。大きめの鍋の4分の3ぐらいの水を入れて、自然塩、下味をつけるのでたっぷりと。沸騰したら、カリフラワーの頭を下にして鍋に入れます。再沸騰してから6分間茹でましょう。6分経ちました。カリフラワーを取り出します。頭を下に向けたまま約10分間水を切っておきましょう。オーブンを170度に予熱。無塩バター 45g を室温に戻しておきましょう。オリーブオイル大さじ2杯。室温に戻しておいたバターをポマード状にして、そこにオリーブオイルを加えて混ぜ合わせます。水を切ったカリフラワーをクッキングシートを敷いた鉄板にのせて、先ほどのバターとオリーブオイルをハケを使って表面に塗ります。自然塩小さじ山盛り1杯を全体に振りかけます。これで準備完了。予熱しておいた170度のオーブンで約1時間30分。その間にマスカルポーネソースを作ります。マスカルポーネチーズ 100g、 ニンニク1かけをすりおろしましょう。無農薬のレモン1個、黄色い皮の部分少々をすりおろします。レモンの搾り汁は1個分。シブレット適量をみじん切りに。マスカルポーネに加えていきます。塩と胡椒で味を整えてよく混ぜたら出来上がり。ソース2つ目はごまにんにく味噌だれ。にんにく1かけをすりおろします。これは水で溶いたおだし大さじ2杯、白すりごまも大さじ2杯、お味噌も同じく大さじ2杯、みりん大さじ1杯、牛乳も大さじ1杯。それを全部加えてよく混ぜたら完成です。1時間30分経ちました。しっかりバターの焼き色がつくこのぐらいまで焼いてくださいね。今日合わせる飲み物は最近の私のお気に入りのソーヴィニヨンの白。こんな感じになりました。レモンの搾り汁だけでいただいても美味しいですよ。うん、甘くてとっても美味しい。